こんにちは、さななみです。はい、まあ皆さんね、まあコンビニだとかこういう休憩スペースだとかね、こういうところにこう自分ご自身のね、バイクを止めてこうのんびり一人でこう休んでいるとね、よくこう、特にねこういう今日みたいなね、ある程度こう大きいオートバイに乗っている時ってね、あまりね、何もこう寄ってきたりしないんだけども、これが 250cc だったりね、まあ、原付2種でこうね、こういったようなちょっと、まあ、ツーリングでよく使われるような道でね、休んでるとね、よくね、来る人がいます。まあ、どういう人が来るかというと、大概大型のバイクが入ってきますね。これね、これ言葉悪いんですけど、まあ、言葉悪いっていうかこう言い方が悪いのかな、俺の言い方が悪いんだけど、大体決まってんだよね。国産ネイキッドの大型に乗ってる人です。はい、来ますね。で、そういう方が、こう来られて、俺のオートバイを見てね、まあいろいろああだこうだああだこうだ言ってきますよ。まあ初めは褒めるんだよね。まあこれあれでしょ。で、これのバイクでしょっていう感じでね、褒めてくれるんですよね。なんですけど、途中からね、必ずこういう、なんていうのかな、展開になるんだよね。で、なんで、大型乗らないのってね、言ってきます。はい、まあね、排気量マウントっていうのかな、で必ず言うんだよね、大型はいいぞーってね。これでもね、これなんかね俺悪意を感じるのは、よくね、よく鈴木はいいぞーっていう人いるでしょ。でそのなんか大型はいいぞーと鈴木はいいぞーってなんか言い方が同じなんだよねあれはちょっとねどうかなとは思うんだけど、まあ俺もね言われます。大型はいいぞーって、まあね、この間ね、いつもね、俺そういう人を見ると、もうなんていうかな、ああそうですか、そうですかって、はいさよならって言ってこうねさらっと交わすんだけど、その時はね、ちょっとね、なんか俺虫の居所が悪かったんかして、ちょっとね、いろいろ言ってみました試しに、はい、まあね、そんな話を、しながら、奥加畑、はい、この辺りをね、ブラブラバイクでしていきたいなと思います。はい、そうしましたらね、この奥加畑、の辺りですね、まあ、八津ダム、を、目指して走っていきたいなと思います。はい、皆さんもねよく、まあ、なんていうのかな、何回か声かけられたことがあると思うんですよ。まあ、先ほども言いましたけどね、いわゆるその、排気量マウントおじさんですね。はい、空波の話ではよくナンシーおじさんナンシーおじさんの話出てきますけども、そのおじさんとはちょっと違ったタイプですね。はい、ナンシーおじさんは大体オートバイに乗らずに現れることが多いです、はい、突如として現れます、はい、あれそこにおった、さっきからっていうぐらい本当に不意に出てきますね、ナンシーおじさんなんですけども、排気量マウントおじさん、はい、いらっしゃいますね。で、まあ、先日もね、空波が、まあ、250cc の、まあ、オートバイで、まあ、ST ですね、 ST で、走っていて、まあ、休憩をしていたらね、そのオートバイの おじさんが、入ってこられました。まあ、そこで、これ何のバイク、これ何 cc って、まあ、ある意味何 cc おじさんだよね、まあ、ST って言ったら ST は知ってたんだけど、そのこれが ST だとは思わなかったみたいで、まあ、俺の ST はねちょっとカスタマイズで、見た目 ST って分かんないのかも分かんないけども、はい、まあ、それでいろいろ話をしてるうちにね、出ました。はい、で、なんで大型乗らないの乗ってんだよ今今乗ってるけど、その時はまあ 250cc、だったんだけどね。まあ、それでまあいつもはねもう、ああもう排気量マウントおじさんかと思ってね、もうそのまま逃げるんだけども、その時はまあ俺に時間の余裕もあったし、まあそんなになんていうのかね、こうすごく悪意のこもった、タイプのマウントおじさんではなかったんで、まあちょっと話をね、しようかなと、いう気になったんですね。はい、でね、まずね、こう言われました。まあ、ちょっと一回この排気量マウントおじさんを論破してみようかなとちょっと思ったっていうね、こう意地の悪さもあるんだけどね。ね、
まあ、そのおじさんがね、まあ、大型いいよっていうような感じで、言ってきたんで、あ、そうなんですか、うん、何がいいんですかって聞いてみたんですよねえ、皆さん聞いたことあります？あの、大型いいよって言われた時何がいいんですかってで、聞いてみたらね、おじさん多分ね、そういう質問っていうか、そういう切り返されたの、初めてだったのかしね、ちょっと一瞬戸惑ったんだけど、めげずにね、こう言ってきました。はい、大型楽だよって、はい、ああそうなんですか、何が楽なんですかって言ったら、もうね、全然なんていうかな、そういう 250cc と違うんだわ、うん、あのギアチェンジなんてね、ほとんどいらない、ほとんどいらなくて、もうね、長距離走ってもね、全然疲れないから、うん、何百キロって、500キロ600キロ走ったところでね、へでもねえよって、250で500キロ600キロ走ったら、もうそれはえれえことだよって言ってくるんでね、はい、それに対して、あーそうですか、まあ俺ね、年に1回走るか走らないかですわ、500キロ600キロって言ってね、ほぼほぼ、毎日、まあ50キロ以内、30キロ40キロですわ、まあ、買い物行ったり通勤行ったり、ね、そういうのに使うのがほとんどそういう仕様なんだけど、そういう時って、正直、大型バイクってくっそ重たくて、やってられないですよって言ってみました、はい、そしたらね、おじさんね、ちょっとね、旗色が悪くなったんかして、次に言ったのはね、でもね、パワーが全然違うんだよ、 250cc とはパワーがって、言ってきましたんで、あーそうっすよね、うん、これ、何馬力ですか、80馬力とか100馬力とかですかって、で、その馬力どこで使ってるんですって意地悪いよな俺ね、サーキットですかって聞いてみたらね、いやいや、俺そんなサーキットとか知ってるわけじゃないから、一般道だよっていうふうに言ってきたんで、あ、そうなんですか、一般道でその馬力使えますって聞いてみました、はい、ちなみにその馬力使ったら何キロ出るんですって言った時に、まあ相手がうーまあね200キロぐらいとか、うん、出るんだって言ってきたんで、国内でサーキット以外で200キロって出せる場所ないですよねって言ってましたもうねおじさんちょっとね、なんていうのかな、やべえやつに声かけちまったなっていうか、まあそういうような、まあ、露骨にちょっと表情に出始めてましたねあーめんどくせえやつに声かけちまったなっていうねまあたまにはいいよね、まあ、いつも俺黙ってやられてるからさ、たまにはこうやって言い返しちゃってもいいかなと思って、うん、まあそれでね、おじちゃんね、俺はね、言ってました、うん、その後、はい、まあすいません、いろいろちょっと言っちゃって、まあ実は、俺大型も乗ってるんです、うん、言いました、はい、で、あ、そうなんだ、うん、で、基本的に、僕は、大型から、原付2種まで、乗ってるんですけど、うん、オートバイって、趣味と捉えるか、道具として捉えるかによっては確かに違うけれども、ほとんど僕は趣味で乗ってる人が多いと思ってるんです、うん、仕事でこうね、まあ、郵便配達のおじさんとかそういう新聞配達のおじさんとか除いて、ですけどね、はい、そうするとね趣味の世界ですよね、うん、って言ったんですよ、うん、そして、じゃあ例えばですけど、これ言葉が適当かどうか分かんないんですけど、アイドルグループっているじゃないですか、うん、そこのアイドルグループには、背の高くて、体の大きい女の子もいるし、
背がちっちゃくて、ね、可愛らしい、女の子もいるじゃないですか、うん、でも、みんな、それぞれ、ニーズはあるわけですよねって、うん、人気はあるわけですよね、みんなそれぞれ、じゃないとそこに、そのアイドルグループには入れないわけじゃないですか、うん、なんていうのかな、結局趣味なわけだから、うん、いろいろあっていいと僕は思ってるんですよ、うん、なので、例えばね、うん、大型確かにいいですよ、うん、でも、小型もいいんです、うん、中型もいいんですよ、うん、バイクはいいぞって、いう言い方に、変えてもらうと、僕はものすごく共感できるんですけどねって、言ってみたんですね、はい、まあ、そしたらね、そのおじさんがね、なんかね、こう嫌なやつに声かけしまったなっていう、なんていうのかな、こうちょっとこう加減だっていうか、よどんだっていうか、表情がね、ちょっとこうパッと明るくなって、おお、そうだなって、言ってくれたんですよ、うん、その時に、俺はね、改めて思いました。あ、やっぱり、この、まあ、要するにその排気量マウントおじさんって、みんながみんな、こう、悪意を持ってね、こう、小さいバイクに乗ってるやつに、なんていうのかな、優越感を覚えるために、大型はいいぞって言ってるわけではないんだなって、いうふうに俺思ったんですよ。で、その時にね、おじさんが、見せた、表情っていうのは明らかに俺が知ってるバイク乗りの表情だったんですね、うん、でそれから、そのね、話をした後かな、いろいろね、今度逆に、小排気量のバイク、うん、125cc とか、250cc のバイクのね、いいところ、うん、こういうところをね、いろいろ聞いてくれました、うん、そして、最後の方にはね、そのおじさんは、うん、あ、俺なんか、今までね、やっぱりこう大きい、自分が大きいバイクに乗っていたからっていうこともあるけれども、やはり小さいバイクの良さっていうのを、考えたことがちょっとなかったなと、で、あんたの話聞いてたら、なんだか俺この 125cc とか、そういうバイクにちょっと興味出てきたわって、最後にはね、言ってくれましたね、うん、それを聞いた時にね、なんとなく思ったんですね、俺自分の中でどこかその休憩所とかでね、オートバイで休んでいた時に、まあ勝手にね、こっちが、排気量マウントおじさんって、決めつけてなかったかなって、うん、相手はそういう、なんていうかな、つもりは、なかったんじゃないかなって、そういうおじさんも結構いたんじゃないかな、そう考えると、俺結構損してたなって、ちょっと思ったんだよね、うん、まあ、話すだけ話してみて、どうしようもね、排気量マウントおやじだったら、まあ、その時には、逃げ出せば、いいかなって、思いました、うん、やはりね、バイクが、好きな、人には、バイクの話は必ず分かってもらえますね、うん、今日はね、そんなことをちょっと言ってみたくて、まあ、動画を1本、うん、撮りました、皆さんもね、まあ、道の駅とか、うん、休憩スペースとかで、小さい排気量のオートバイに乗ってるとね、何か言ってくる人が、うん、いるかもしれません、でも、中にはね、確かに、本当に、マウントを取ろうとして、話しかけてくる人もいるかもしれませんけれども、話題はそういう話題だったとしてもね、全部が全部そういうライダーさんなわけではないと、うん、いうことをどこか頭の隅に、置いといていただけると、今よりもね、もっともっと素敵な、うん、なんていうのかな、まあ、バイク乗りと出会えたり、うん、まあ、自分自身が、素敵なバイク乗りになれるんじゃないかなって、いうような、ね、気がします。